2年のスポーツ科学部の浜村愛咲です。見学でみんなで日本一を目指す姿に圧倒され、自分もトレーナーとして成長できると思い入部しました。アスレチックトレーナー4年スポーツ科学部小林和人です。アスレチックトレーナーのやりがいは、やっぱりこう自分が勉強して得た知識だったりを実践して、選手が試合で活躍する姿を見るととてもやりがいを感じます。Come on, come on, come on!